ここからは道内のお天気です。こちらは今の稚内の様子です。建物の屋上にも雪が積もっています。昨日からこれまでに降った雪の量ですが、喜茂別町で40センチ、そして倶知安や夕張で38センチと今シーズン一番の大雪になっています。こんにちは。今日の道内には12月並みの強い寒気が流れ込んできています。天気のポイントこちらです。寒さのピークです。そして雪もこれから明日にかけてさらに積もっていきそうです。ではこれから明日の昼頃にかけて降る雪の量がこちらになります。特に多くなりそうなのが空知地方や留萌南部、上川北部で最大30センチ前後です。その他尻部地方や上川の中南部で20センチ前後を予想しています。そして札幌の市街地でも明日の昼にかけて5センチを予想しています。ではその札幌の空の様子見ていきます。こちら今日差しが届いていますね。では時間ごとの天気どうと道南です。ご覧の札幌、夕方から再び雪となりそうです。岩見沢から倶知安にかけては午後も雪が降り続き、今夜にかけて10センチ前後降りそうです。雪かきも1回必要です。そして気温、札幌や函館で5度と12月上旬並みです。太平洋側です。西部の地方は夜から雪の降るところ多くなりそうです。山沿いでは雪かきが必要です。東部は晴れるところが多くなりますが、気温は帯広や釧路で7度止まりです。東北とオホーツク海側です。東北はこの後も雪が降ったり止んだりです。今夜までに多くて15センチ前後雪が降りそうです。オホーツク海側も夜は雪となります。そして各地今シーズン一番の寒さ、真冬日のところもありそうです。変わって今の帯広を見ながら週間予報です。明日の雪は午前中までで、その後天気は回復します。ただ札幌の気温は5度止まりと今日と同じぐらいの寒さが続きます。ただ木曜日になると日中は日差しのぬくもりを感じられる小春日和となりそうです。お天気でした。